はい、マナーに来てます。はい、これからマナーのお部屋をご紹介しますね。はい、まあ、以前もご紹介しましたけど写真だけだったんですけど、まあ、この雰囲気ですよね。この敷地が綺麗でこうアスファルトですけども、子供さんも遊んでたりとか、建物自身は2008年建築なんで、まあ、少し古いですけども、はい、ただ、まあ、この街並みですよね。この街並みです。どんどんバン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 敷地内を車が走ってるわけでもないです。はい、でもないんですけども、とってもね、こう店がこういっぱいあったりとかね、美容院があったりとか、これまっすぐ行ったらガーデンビッグシーがあります。すぐそこがガーデンです。歩いてもほんの 数分ですね。はい、なんでガーデンビッグシーの買い物がここでできるっていう、買い物が主便で、あとは日本人学校のバスもちゃんと来ます。はい、ここからすぐ近いですよね。で、日本人向けの幼稚園もちゃんと仲良し幼稚園とか桜モンテソーリがあるんで、まあ、日本人向けの幼稚園、日本人学校が近いということで、このマナーは、まあ、大変人気があります。はい、お子様が走り回れるスペースがあるということも魅力の一つですよね。はい、こういうマナーです。はい、じゃあ今から部屋の中撮っていきます。はい、じゃあこれからマナーの部屋ですね、撮っていきます。今4階、今回ご紹介する部屋は4階なんですけど、4階からこう見下ろした、ガーデンのマナーの敷地内を見下ろした風景ですね。はい、まあ、お子様が遊べるようなスペースとか、まあ、シーズンになると、今は冬なんで清掃中ですけどもね、この辺でたくさんのお子様がこう遊んでらっしゃる、まあ、皆さんずっとこう囲まれて、皆さんの目でこう見張られてるようなシチュエーションなので、まあ、安心かなと思います。はい、で4階にこう上がってきまして、エレベーターもちろんあります。じゃあこれから4階の部屋ですね、見ていきます。106平米の2ベッドルームですね。106平米の2ベッドルーム、まず玄関、ちゃんとこう框があってですね、下足箱も、はい、たくさんこういう鏡がついた下足箱、ちょっと開けてみますね。はい、こんな風に、結構よいしょ、これはブレーカーがありますね。上も天袋があって、まあ、収納はたっぷりある方だと思います。こんな感じですね。はい、じゃあ部屋入っていきます。カマチ、珍しくベトナムには珍しいんですが、カマチがあります。はい、入ってまずバッと映しますね。106平米の2ベッドルームのリビングルーム、まあ、これオーナーさんが最近まで住んでましてね、ちゃんとこう日々メンテナンスをしながら住んでもらってました。なんでちょっとまだね、いらないガラクタが、例えばこの神様の台とか、こんなものも撤去してもらいますし、地べたに座って食べるのがベトナム人の方の、まあ、習慣なんでね、背の低い、高さの低いこういうダイニングテーブル、こんなのは全然使い物にならないんで、ちゃんと足のある家族4人分ぐらいがこう座って食べれるようなダイニングテーブルを置いてもらいます。はい、その辺はもうご安心してください。はい、まあまずこのマナーに来て驚かされるのはこの天井の高さ。天井が高い上にロフトがつくんですよね。こんな風に横階段があって、はい、このロフトはまあ夏になるとね、ちょっと暑くなるのでどんなもんかなと思うんですけど、まあちょっとした収納スペースですね。こんな風に何畳ぐらいでしょうかね、まあ4畳半ぐらいあるかな。結構こういう収納になります。なんでここになんかガラクタを置くとか、今水をね置いてらっしゃいますけど、まあ、ただここでお子様が遊ぶために一応電源とかインターネットの口もちゃんとついてます。はい、この奥にもう一つ、はい、こういうまたねちょっと奥行きのある収納スペースがこうあります。今神様のなんか部品というかを置かれてますけども、はい、こんな感じですね。はい、大人が立ち上がるとちょっと頭打っちゃうんですけどもね、はい、上から見下ろした感じ、これがマナーの特徴。この天井の高さで、もちろん各部屋には壁掛け型ですけど冷暖房のエアコンがちゃんとついてます。はい、どうでしょうかね。このまずこういう基本仕様がここのマナーの特徴です。必ずロフトがあります。はい、106平米の2ベッドルーム、はい、細かく見ていきますけども、まずじゃあこちらメインベッドルーム行きましょうかね。はい、こんな感じですね。まあ敷布団とか、掛け布団とかちゃんと用意してくれますんで、まだセットアップはしてないんでこんな感じ。はい、ちょっとした水や下着類を入れる水屋があったり、サイドキャビネットが2つ両サイドにあったりとか、こういう引き出しのね収納は結構嬉しいですよね。
で金庫もちゃんとついてまして、はい、でこのスペースは、まあ、あのマナーに関してはベランダがないんでですね、屋内ベランダみたいな位置付けでちょっと変わってるんですよね。でこういうくるくる回して、はい、こんな風にくるくる回して洗濯物を乾かすようなこういうあの釣り型の、はい、あのものも釣り竿ではないよね、洗濯竿と言いますかもあります。でこういうところにもまた収納がこうあって、こう嬉しいですよね。両サイドこんな風にたくさん収納がこうついてます。はい、天井が高いんでここまで引っ張り上げれますよね。反対側も、はい、あのガラスの、面がついてますけど、反対側のもこう収納、これ嬉しいですよね。はい、でちなみに外側向くと、はい、こんな風になってまして、ちょっと開きますね。はい、向こうにあのミーディンスタジアムですかね、サッカー場も見えてます。はい、で反対側見ると、まあ、ちょっと向こうなんか建築中のなんかアパートは見えてますけども、まあこの通りはね、見ての通りとても横幅が車幅があって広いですし、そこになんかあの、緑地がありますが、まあ、これが何ができるかちょっとまだ分かりません。ずーっと昔からこの状態ですね。はい、閉めればこんな感じ、音は静かになりますよね。はい、ガラス多分、まあ、結構汚れてますけどちゃんと拭いてもらいます。はい、でメインベッドルームなんで、メインベッドルームに通じるバスルーム、はい、があります。まずこちらが洗面で、お手洗い、バスタブですね。はい、バスタブで、バスタブにじゃあお湯のタンクの方式ですかと、セントラルですかって聞く方いますけども、お湯に関してはじゃ あの向こうにちょっと見えてますけどもね、カウンターキッチンの奥にお湯のタンクがあります。これキッチンですよね、これキッチンスペースです。はい、でお湯のタンクはこうあります。これが150リットルなんですよね。150リットル、はい、150リットルあるんで、まあ、あのこの150リットルで全てのお湯を賄います。はい、ですので、まあ、あの30分こんだけの大きさなんで、全部使い切って全部また貼って、熱湯になるまで少し時間かかるかもしれません。40分50分かかるかもしれません。はい、その後はまたね、150リットルをふんだんに使ってお湯が使えるというような感じですよね。だからもうバスタブに貼るっていうことは多分できると思います。はい、バスタブに使ってゆったり浸かろうということはできると思います。はい、でもキッチン収納とビルトインの、ちょっと汚れてますけどもね、ビルトインのオーブンがあったり、まあここに見えてあるようなライスクッカーとか、この辺は全部つきます。で収納もね、こういうふうにマイクロウェーブもありますし、冷蔵庫もまあまあ日立のちょっと大きめの冷蔵庫もね、こうついて、はい、もうちょっと横幅が広ければいいんですけど、はい、この上にも収納で、こちらの方にもね、これウォッシュ&ドライなんで乾燥機能付きの洗濯機もあります。結構新しいですね、新品です。で棚もちゃんとついてくれてて、はい、まあ、あのウォーターサーバー、ちょっとなんか変な水のあのろ過するやつですね。でもまあ普通のウォーターサーバーを入れていただくようにします。でラビとかね、お湯タンクをつけてその都度飲んでいただくというふうにしようと思います。はい、あとまあ、バルコニーはない、先ほど言いましたけど、あのリビングに通じるこういったね、バルコニースペースっていうんでしょうかね、ここにもまたこう棚があって、ガラスの、はい、これブックシェルフにもなると思うんで、ね、結構こういう収納はたくさんあります。まだ上が空いてるんでですね、この上にも置けるかなと思いますし、はい、洗濯物をね、また向こうにあるメインベッドルームにあるあのくるくる方式じゃ足りないんであれば、これを使っていただいてもいいし、ここにも棚があります。はい、ブックシェルフをつけてくださいっていうことは言う必要はないかなと。で、まあ、神様の台があるんで、この神様の台をどけて、まあ、このどっちかですかね、これのどっちかの、この白いブックシェルフをリビングに置いていただいても、この神様の台をどけてですね、置いてもらってもいいかなと思います。スピーカー式システムのついた東芝のレグザ、はい、でその下には、DVD のプレイヤーもついてますよね。はい、大体こういうふうに言ってくるんじゃないかっていう、はい、ものは全て先回りしてつけてくれてる感じですよね。はい、いかがでしょうかね、こんな感じです。でメインベッドルームには当然バスルームがつきました。もう一つサブのベッドルーあー、シャワールームがあります。こちらですね。はい、リビングに面してお手洗い、はい、洗面、
あ、お手洗いはちゃんとね、あ、ウォッシュ、ヒップウォッシャーですかね、ちゃんとついてます、はい、でこちらはシャワーブースですね。これはシャワーブース、はい、バスタブはあのメインベッドルームにしかついてません。でここはシャワールームですね、はい、コンセントもあります。イナックスの、洗面ですよね、がついてます。で、もう一つ玄関の脇に、はい、サブベッドルームですねもあります。まあここはどうでしょうね、あのお子様用もしくは、ご主人さんお子様が風邪ひいた時にちょっとここで休んでくださいというような部屋ですね、はい、そんなに暗い部屋はなく、すべて窓が必ずこうつきますよね、はい、で、収納はこんな風にガラス張りのガラスがついている収納スペースっていう感じで、はい、まあ、ここちょっと机が邪魔でね、これもいらなければ撤去してもらいますけど、もうちょっとね、あの仕事机をいいのを入れてくれというリクエストは出せます、はい、こんな収納がたくさんありますと、はい、まあ106平米なんでね、まあまあちょっと古さはどうしても否めないんですけども、はい、まあどうでしょうかね、ご家族でお住まいになるんで、ここはマナーという立地ですよね。ハヌイの西側、外周道路に近いということもあります、はい、ノイバイの方面に働きに行かれる方、もしくは5号線にすぐ出て、高速側も外周道路ができてますので、5号線に出て、5号線先の工業団地に向かう方にとってはとても通勤しやすい立地、なおかつ日本人学校も西側にありますし、もちろん日本人学校のバスはこちらのマナーに行きます。はい、ガーデンにいる方もここまで歩いてバス停に来て乗るという話ですので、マナーに住んでいる日本人の方は日本人学校のバスはもうすぐつけてくれます。で西側にはね、もちろん最近日本人向けの幼稚園もできてます、はい、仲良し幼稚園とか桜モンテッソーリとかできてますので、幼稚園児を抱えるお子様も、はい、西日本に住めば、日本人学校と一緒でね、まあ、通学には便利かなと。で何といってもすぐ近くにガーデンビッグシーがありますから、はい、ガーデンビッグシーに行けば大体の買い物は全てね賄えるということもあるので、いい立地にある、まあさアパートですね。ただ個人オーナーさんが持ってるんでサービスアパートじゃないんで、陣太君が間に入ってサービスアパートのようなサポートを維持できるようにサポートをしていくという物件です。はい、でこの106平米の2ベッドルーム4階スペースなんですけども、これでお家賃が税金管理費込みだけで1500ドル、ここで1500ドルです、はい、この1500ドルに含まれるのは税金と管理費だけです、はい、ですので、まあ、ここにハウスキーパーさん週3回掃除洗濯お皿洗いアイロンがけ全部やってくださいなるとプラス100ドルとか、はい、インターネット速い光ファイバーを入れてほしいと、ケーブルテレビを入れてほしいとプラス40ドルとか、あ、日本の番組子供もいるんで見たいなと、はい、過去1週間遡って再生自動録画できてで35チャンネルぐらい BS も CS もサンテレビも、はい、全て見れると、阪神の中継も見れますというものでつけてほしいといえばプラス80ドルとか、そういうのは全部家賃に1500を土台にして積み上げていってバジェットの範囲でインクルードにしていただければいいかなと思います、はい、いかがでしょうかね。まあマナーの中にあるアパートとしてはだいたいこれが標準的ですね、はい、これよりも狭いのもあるかもしれません、これよりももちろん広いのはあります。ですがだいたい2ベッドルームとすればこういう間取りになります。天井が高くてロフトがあって、はい、屋内バルコニーがついているというのがこのアマナの特徴ですね。確かに2008年建築で古いんですけども、ただまあ古さを補ってあまりある通学の利便性であったり、はい、買い物自然な環境であったり、はい、日本人もそこそこ住んでらっしゃると思いますので、まあ、そういうコミュニティっていうのもね、しっかりと図れるんじゃないかなと思います、はい、マナーの非常に標準的な、2ベッドルーム106平米、1500ドル、税金管理費込みで1500ドルの部屋の、ご紹介でした。以上レポート終わります。